皆さんこんにちは、こうちゃんと森有です。はい、寝る前です。寝る前です。実家です。なんかちょっとお腹すいた。お腹かじや、お腹すいたね。お腹すいたから今食べてるね。ちょっとね、こっち美味しい。美味しいよね、もうこれ、うん、これまた言うね。うん、あなたにね、ちょっと買ってきてって言われたものを買ってきました。うん、ね、私これ食べたことないの、実は。あなた好きだもんね、このアニメ。私とこうちゃんの唯一の共通点というか、なんだろう、一致した部分っていうのが、私このアニメを愛せない人は絶対愛せない人なの、うん、なんだけど、こうちゃんも全部見てる人なの。全部見て何回もリピートしてる。そうで、私も全部見て何回もリピートしてる人なの。映画は泣ける。そうだから、すっごい大好きなの、うん、もうだからね、なかなか会えないじゃん、そういう人。なんかもう、あ、見たことある程度じゃん。だからセリフ言える人ってなかなかいないじゃん。でさ、思うんだけど、そのアニメの中のすき焼きがすごいうまそうなの、うん、あー、あれを見て、そのキャラクター2人がこう突っ込んできて一緒に食べる感じとかもね。そうそう、なんとかなんとかね、ハートのやつらがね。そう、ハートのやつらがね、すごく美味しそうじゃない。なんかあれ見てて俺はすき焼き好きになった。うん、私あれ見てて家族が羨ましいと思った。だからすっごいちっちゃい時からしんちゃんばっかり見えちゃったよ見てたんですよ、うん、ということでこちらチョコビ。チョコビです。何やこれね、チョコビね。なんかおっとっとみたいな感じじゃん、色的に。なんかそうなん、色的にはなんかさ、こんな黒くないからわ。なんかしんちゃんのシール1枚入りなんだけど。ちょっと待って、高まった今これあのパソコンに入んない。私が貼るの、うん、ちょっと開けてみましょう。よいしょ。でルルルルル、アニメのチョコビはこういう焼き方じゃないの。ここビーってするのないんだよね、それがね。やばい、チョコビ、チョコビが噛むんだぞってよくあのヒロシに言ってるやつ。デラックスチョコビも欲しい、ね、あったよ。まずね、こちらをちょっとオープンしましょうか。袋を開ける時の注意、中のシールを切らないように気をつけてください。それな、どこまでシールなんだ。じゃあちょっと切ってみましょう。切れねえ、ハサミがあった。切れねえ、どっかにあるよ多分。ハサミがあった。これはでもいけんじゃない、うん、それでいけそうだね。やろうか。うん、できない。これ美味しい。ない、いや持ってきてない。Wait a minute. Wait a minute. 英語勉強しよう。うん、勉強したいな。うん。開いた？お、先に見ていいんですか？どうぞ。見ちゃダメ。目つぶってて。ヒントちょうだい。何のやつか。わかった。日本ではない。たくさんあるかな、ハワイ編とかメキシコ編とかオーストラリアも行ってるしな。じゃあ大ヒント、牛。牛が白になっている。牛が白になっている、うん、牛が白になってる。見ます。デリーン、なるほどね。そうです。特になんかそういうの関係なくってことね、アニメの動向ってのは、うん、これパソコンに貼るわ、うん、スペイン闘牛士が持つ赤い布は牛ではなく観客を興奮させるために赤いんだぞ。だって、へー、すごい。あすいませんね、あえちゃうんです。じゃあこれ貼ります。
貼っときますので、そっちをやってください。はい、じゃあチョコビ開けたいと思います、はい、いい感じです。色いい感じ。色本当にチョコビってこんな感じなのかな。食べていいの、うん、いや美味しい。ハマる気みたい。ハマっちゃう。食べないよ、これ食べなさい、まだ。うん、チョコビどう味的。いや、めっちゃ美味しいじゃん、チョコビ。これ牛乳食べよね、牛乳用意しました。いや、これしんちゃんハマるよ。これ5歳児にとってはすごいいいよね、カルシウムも入ってるし、うんうん、うわ、うまっ。うまいっしょ、これずっと好きやった。これのね、別の味もあるんだよね。ちょっと高いじゃん、やっぱり。ちょっとね、だから買えなかった。うめえ。じゃあどうですか、なった時これは。いやもう6ですよ。6点、もう満点ですね、これは。満点以上です。満点あげましょう。うまい、満点です。星いくつでしょうか。10点です。なんで6点って甘くないじゃん。星いくつでしょうかって言ったら、まあ、星3つですだろ。だって10点の方がいいなと思って 6って言っちゃったし。じゃあ星3つです。いただきました、星3つです。でん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 やらずね。え、やばい、チョコビハマるわ。おいしいね。うん、箱買いしたいね。あるじゃないかな、ネットとかで。超おいしい、うまっ。これチョコビハマるわ。なんだ、なんか似てるよね、キャラメルコーンの。今キャラメルポップコーンみたいな感じだよね、言っちゃうと。味的にはね、キャラメルコーンってあるじゃん、あれみたいな感じ。うまい、美味しいね。はぁ、こんなもん食べますか。まあ、とりあえず食べましょうか、これですか。はい、食べちゃった。食べよう。まあね、数量少ないんだけどね。ん？結構入って数量は少ないよね。うん、そこだけね、もうちょっと多かったらね。そう、なんかアニメ版のしんちゃんってもっとさ、ここまで入ってるイメージない？ここのこう。あと大人帝国の時さ、ヒロシがガーって口ぶわって膨らんだもんね。あー、確かに。俺もチョコビ食べるなーとかさ、うん、やっぱさ、それくらいやっぱ入ってて欲しいよね。うん、まあでも味が美味しいからね。これ2個分だよ。そうだね。いやでもこれは、じゃあお芋味も意外と美味しかったかな。でまあ今度食べれればね、うん、いろいろやっていきます、はい、と思うので、チョコビ皆さん食べてみてください。あ、ということで、うん、クレシン大好きな盛り上げとこうちゃんでした。こうちゃんでした。バイバーイ。バイバーイ。せーの、チャンネル登録してね。チャンネル登録してね。しゃ、本家だわ。もろ本家だわ。いや、もろ本家だわ。似てねえわ。シュー。